ユースミニストリーをしているあなたへ、青年の信仰が成長することを望んでいることでしょう。しかしどうやって彼らはキリストの弟子になるのでしょう。弟子になれば弟子を作れるのでしょうか。そう、弟子訓練。多くの子供と青年はイエス様の大宣教命令とは関係がないと言われています。しかし、11歳ならイエス様に従い弟子を作ることができます。弟に聖書について説明したり、 彼女は宿題を手伝いながらイエス様に導くことができます。友達と遊びながら神様のことを説明できます。イエス様は弟子を作りなさいと命令しました。資格も条件もありません。イエス様はすべてのクリスチャンが宣教に関わるようにと招いています。弟子訓練は企画されたプログラムではなく自然な過程です。神様と隣人との関係を深めることです。 知識を増やすことではないのです。弟子訓練の過程には大きな秘密があります。人を育てる時こそ自分自身が成長するのです。人の成長を助けることはクリスチャンの霊的成長の鍵です。あなたが11歳でも111歳でも、青年の成長を妨げてはいけません。彼らが自分の兄弟を育てることを励まし、友達と共に成長することを支え、 すべてのクリスチャンへのイエス様からの命令を果たすように彼らを励ましましょう。その命令とは弟子訓練です。